はいどうも、古川です。今回はですね、 A 代表対 U24 日本代表の試合を振り返りたいと思いますけど、まあ結果3対0で A 代表が勝ちましたと。でまあフロンターレの選手をちょっとね見ていきたいと思いますけど、まず前提に、A 代表は現状を組めるベストメンバーで臨んで、逆に U24 代表の方は、久保選手以外は基本的には先行当落線上の選手が出ていると僕は感じました、でそういう戦いで、A 代表で、川崎関連でスタメンは谷口選手と森田選手がスタメンで出ました。まず谷口選手はかなり安定しましたし、フロンターレで見せているようなしっかりとビルドアップもできますし、カバーもできて、でしっかりとラインコントロールもして声も出してましたし、何の問題もなくこなしてたんじゃないかなと。ただやっぱ見たかったのは、外国の、国のチームとやってどれだけ、フィジカルだとかそういうものが通用するかっていうのを見たかったので、ちょっと残念なところはありますけど、この試合に関してはもう全く問題なくこなせていたので素晴らしかったと思います。はい、間違いなく評価は下がることはないし、上がったんじゃないかなと思います。谷口選手のところは破られてなかったんじゃないかなと思いますね。素晴らしかったと思います。で、森田選手もやっぱ他の選手の差はかなり見せつけたと思います。ボランチの中では遠藤選手がオリンピック代表の方に取られたので引っ張る形になったし、やっぱ寄せの速さ、奪い切る力と、あとはやっぱつなぐ力、そしてやっぱポルトガルに行って前への飛び出す力、そういうのを身につけているので、もう間違いなく、スーパーなボランチになってきたなと思います。はい、で山根選手はほんのちょっとだけですけど最後の方出てきて、おそらく山根選手は次のタジキスタン戦で出るんじゃないかなと思いますんで、スタメンで、そちら楽しみにしたいと思いますし、評価はちょっとしづらいですね。ちょっと短かったので、右サイド破られてなかったので、安定したプレーはしたんじゃないかなと思いますけど、あまりにも時間が短すぎたので、ちょっとこれぐらいにしたいと思います。はい、そして問題はやっぱオリンピック代表ですよね。U24 日本代表、スタメンはおそらく久保選手が本当に争っていく選手、当落線上の選手が大半だったんじゃないかなと感じます。はい、その中でもスタメンで出たのは、左サイドバックで旗手レオ選手で、ボランチで板倉滉選手、トップ下で久保田武久選手、右サイドで三好浩二選手と、4人スタメンで出ましたけど、旗手選手に関しては、前半、立ち上がり失点、左サイド、突破されかけて、コーナーに逃げたシーンありましたけど、あれは別にそんなに問題はなかったと思うし、それよりもやっぱりコーナーキックで失点したシーンで、あまりにもドフリーだったんでね、橋本選手は。あれはちょっとどうにかした方がいいと思いますし、2失点目も川崎だったらっていうか、ボランチ質の高いボランチだったら、おそらくあの中に旗手選手がつけたボールを多分ワンタッチでかわしてくれるんじゃないかって多分思って多分つけたと思うんですけど、中山選手だったかな、中山選手がちょっとトラップで剥がせず、そのままずるずる下げ後ろの方にドリブルさせられて、で町田選手もスライ旗手選手のポジションに
スライドできればよかったんですけど、それもせず、まあ、苦しい形になって結果取られて失点と。旗手選手が悪いわけではなく、チームとして、まあ、前半特に全くボール回らず苦しい展開になって、ただそんな中で板倉選手はまあさばいてはいましたけど、前半は正直そんなに効果的なさばきがなかったかなと。前回のアルゼンチン戦のような輝きはなかった感じはします。まあそれが相方が中山選手だってこともあるかもしれないですけど。で、まあ久保選手はまあ問題なくやれてたと思いますし、やっぱドリブルは脅威ですし、相手にとって。やっぱパスも出せると。ただ、まあ連携があまり深くない選手たちと組んでたので、なかなかね、そういう部分ではうまく崩せず、うん、まあちょっとフラストレーション溜まったんじゃないかなっていうのは正直なところですね。まあ久保選手はまあ間違いなく選ばれると思うんで、まあ次の、ね、土曜日の試合、ガーナ戦がおそらくスタメン、本来のスタメンに戻すと思うので、そっちでまあ見たいですね。はい。で、まあ一番多分川崎のね、メンバーの中で苦しい立場なのは三好選手。前半は正直消えてたかなと。右サイドバックでほぼボールに絡めてなかった印象です。うん、やっぱこのポジションはね、やっぱり堂安選手いますし、で久保選手もできますということで、ちょっと右サイドに関してはかなり苦しい立場、うん、でまあ後半の話しますけど、後半は三好選手トップじゃないんで、ここでようやくボールをね触れる回数が多くなって、ちょっとリズムでき出てきたかなと、うん、思います。背受けるねシーンも多かったですし、前向いて仕掛けるシーンもありましたから、まあ正直後半のね出来は悪くなかったと思うんで、まあ、トップ下が適正なのかなっていうのも正直思いますけど、ただ生き残っていくねことを考えると、やっぱ右サイドでどれだけ仕事ができるかっていうのが大事だと思うんで、こうね、まああと2試合しかないですけど、しっかりと挑戦してほしいと思います。そしてまあ後半から田中碧選手が入ってボランチ板倉選手と組んだわけですけど、まあちょっとまあね、最近フロンターレでも、まあ、疲れからか、うん、ミスが多かったんですけど、この試合も後半、まあ、遠藤選手が出てくるまではちょっとミス多かったし、まあなかなかね、何本かね縦パス強いパス出したんですけど、味方の選手がちょっとトラップが止まらなかったんですよね。だから多分そこでちょっとね迷いが生じて、どういうパスを出すかでちょっとリズム狂って、ロストしたりパスミスしたりと、ちょっと田中をらしくなかった、時間が続きましたけど、ただやっぱオーバーエイジの遠藤航選手が入ってからはもう完全にチームが生き返ったというか、ボールも回り出して田中碧選手も、ある程度攻撃に比重が置けたので、かなり良くなったんじゃないかなと。でワントップの林選手が入ったことによって縦パスも結構止まりましたし、かなり良かったし、まあ堂安選手も入ったので、まあ、そこでうまくボールが回り始めたので、まあ、やっぱ周りとの絡みというのも大事だなと思いました。やっぱあの縦パス強いパスを止められる選手が前にいるかどうかで、田中碧選手が生きるかどうかがかなり変わってくると思うので、まあそれは前に限らずですけど、
サイドの選手もそうだし、うん、全部のポジションですね、うん、ここの選手がやっぱパス止められる、止めていける、川崎でいう、それができる選手がどれだけいるかによって田中碧選手がより生きると思うんで、その辺ちょっとね、まあ、今後見ていきたいと思います。でまあ、三笘選手はちょっと出場機会なかったです。はい、まあでもこれは逆に考えると、まあ僕が思ってる以上に三笘選手はこの代表の中で評価高いんじゃないかなと、うん、まあ、特にやっぱ日本人同士だとある程度やれるのは分かってる、まあ、J リーグ見ててもそうですし、うん、やれるのは分かってるので、あえて出さなくて次のガーナ戦でやっぱ本当に試したい選手だったのかなと思います、うん、やっぱ外国籍の選手に対してどれだけできるか、やっぱアルゼンチン戦でうまくいかなかった部分はあったので、うん、ガーナ戦が本当の勝負だと思いますし、そこで評価上げれば間違いなく入ると思うので、そこで、ま、問題なくねプレーできれば入ると思うんでね、うん、それぐらいやっぱ力はある程度もね、まあもちろんね J リーグで示してるので力があるのはもうみんな分かってると思うんですけど、やっぱアルゼンチン戦のあのプレーがあったので、まあ、評価は下げてたのかなと思いましたけど、この試合出なかったのである程度先行的には左サイドは三笘選手だいぶ有利というかだいぶリードしてるのかなと思いますけど、まあ、ガーナ戦のプレー次第では入れ替わる可能性あるので、本当にガーナ戦が勝負になってくる。でまあ A 代表川島選手も出なかったですけど、まあこれはおそらく前の試合出たので、まあね出場機会唯一あった選手だったのでまた出なかったと思いますし、まあその辺はね、まあ川島選手に関してはもう経験もあるし問題なく、うん、チームにいられると思うので、はい、非常に、うん、心強い選手だと。まあ、特にね吉田選手とか取られた中でのベテラン、大ベテランなので、はい、まあ、そこはチームをまとめるという意味でもね大事な選手になると思うので、はい、頑張ってほしいと思います。はい、でまあ今回川崎フロンターレ関連の選手をまあ話させていただきましたけど、まあ、A 代表の方はまあ言った通り、まあ、どの選手も問題なくやれてたと思いますし、まあ、オリンピック代表の方はねやっぱ一番難しいタイミングでの試合で、まあ、中1日でガーナ戦があるっていうことを考えるとね、本当はベストメンバー同士で見たかったですけど、おそらくベストメンバー同士だと割といい試合できたと思うんで、やっぱ見たかった部分はありますけど、まあ、しょうがないなと思います。はい、まあ、夢の対戦は、まあ、3対0で、まあ、A 代表が、まあ、順当に勝ったと言っていいでしょう、うん、ということで、まあ、フロンターレ選手、まあ、特にオリンピック代表の方はね全員選ばれてほしいですけど、ここから本当にサバイバルなんで、まあ、評価上げた選手下げた選手いると思いますけど、まあ、どの選手もフロンターレかけ関わらずどの選手も頑張ってほしいと思います。はい、まあ、何よりも谷口選手がめちゃめちゃ安定してたなと思いました。はい、ということで、まあ以上で終わりたいと思いますけど、よければチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。